です今日はですね、昨日、おとといか、TBS ラジオの伊集院さんの番組、深夜のバカ時間という番組で、えー、先日の,あの全日本モトコースの、えー、お話をですね、ジョープンとかのお話をちょこっとしていたので、その音声をですね、ちょっと切り抜いて、こちらにアップしたいと思っています。それでは、 深夜のバカジから十い光るの深夜のバカジから始まりです。もうなんか曜日とか日にちの感覚が全然わからなくなっちゃってるんだけど、だからえっと。 そうなんだよねで。基準、僕の中の体内時計が、えっ、ー、と、ドライ焼き屋を基準に回ってる体内時計とか、それと、なんか、一個一個の切れ間が、もう日付ではないから、えっ、ー、と、ここで草野球をやって、えっ、ー、と、もう、こうわい、ターンが一つ終わって、で、次に原稿を書くんでターンが終わって、ドラ焼き屋やって、テレビやってってやってると、なんだかわかんないから、いつ行ったんだ昨日か昨日だな。 昨日、えっ、ー、と、久々に、えー、夕方ぐらいまでオフがあって、で、えー、っと、最近よく出てくる、えー、友達のその、大野くん、バイクに詳しい友達の大野くんに、遊んでくれよっ、つって、えー、っと、連絡取ったら、なんか、大野くんは、まあ、大野くんについてちょっとだけ触ってたことはあるんだけど、えー、高校生ぐらいの時に、えー、まあ、もともとずっとバイクが好きで、 中学校の時に、えー、っと、いろんなことがあって、えー、っと、おまわりさんに <laughs>、ええー、あ、えっとね、これはちゃんと言った方がいいね。えー 友達のお兄さんの原付を乗ってみた。バイクが大好きだから乗ってみた。大野くんも俺も、えっ、ー、と、もう一人の友達も乗ってみたくて。でいて、もちろんそれは無免許運転になるから、えっ、ー、と、ダメなことはよく分かってるの。で、いわゆる、えっ、ー、と、無法者たちでは全然ないオートバイが好きな、えっ、ー、と、俺らは、えーと、クラスで昆虫みたいに暮らしている人たちだったから、えー 土手に持って行って、荒川土手で乗るのは大丈夫って書いてある雑誌だった。で、それを見て、えー、真に受けて、じゃあ土手に持ってって乗ればいいんだって言って、友達のお兄さんの、えー、そこでモンキーっていう原付きをずっと押していって、 したらその本に書いてあることがガセネタで、えっ、ー、と、人が出入りできるとこは基本的に道とみなしますっていう、私有地で全部が囲ってあるところに関しては、えー、とおっと、そういうことも可能かわかんないけども、荒川土手のグランド横の下は芝生だけれども、えっ、ー、と、人は一応入れますっていうところに関しては、えー、っと、これは道路交通法でいう道なので、 こと全然違う話だからね単純に大野くんがバイクが好きで、俺も一緒にバイクが好きだったっていう話で、大野くんはその後、えっと、いまだに俺のバイクを、えっと、あの、すごいメンテナンスを全部してくれたりとか、いろいろアドバイスをしてくれるっていう、ずーっとバイクも乗り続けてる人なんだけど、ずーっとモトクロスをやるその頃から。 で、俺もついてて、その、ついてて、モトクロスを一緒に、その、やったりとか、大野くんのモトクロスやってる姿を見てたりとかしてて、その、ま、泥の山を飛んだり降りたりとか、バイト代を全部、いわゆるレーサーのバイクにかけて、で、ずっと、その草レースにずっと出てる人で、モトクロスがすごい大好きな人。で、いって、大野くんに、え、さっきやっと戻ってきたけど、遊んでくれよって、これ夕方ぐらいまで時間があるから、つって、言ったら、今日は、全日本モトクロス選手権かな。 えー、あげうの方で、全日本モトクロス選手権の、えー、第7戦っていうのがあって、それに行くんだ、つって。で、だって、びっくりして直前まで、その、えー、っと、知らされてなかったんだけど、下田が来るんだぜっていう、下田が来るんだよ、今回はっていう話になり、どうやら聞くと、えー、っと、まあ、俺が、まあ、縮尺がわかんない俺が言うのもなんだけれども、モトクロス界の、 ね、モトクロス界の、えー、っと、大谷的な。えっと、モトクロスの本場はアメリカなんだけど、日本でもダントツに強くて、アメリカに渡って、今、アメリカでレース出てるそうだと。で、そのアメリカの、本場のアメリカのレースでも、えっと、チャンピオンになったりしてる選手が、外戦帰国っていうか、えっと、久々に日本に来て乗るっていうんで、俺はもう山も建ても、たまらずに行くんだっていう、言うのね。で、まあ、そうなんだ、なんつって。 で、つえって、つって。<laughs> で、行って。でもやっぱすごいなと思うその世界の、まあこれは本当にモトクロス好きな人とかバイク好きな人に言わせれば、もっともっと深くいっぱい語るところはあると思うんだけど、そのモトクロス場っていうのが、えっ、ー、と、あげおの土手の真ん中にあって、で、そこはこう、レース、その、えっ、ー、と、 アップダウンのあの泥のコースがあって、で、その、プロも使うし、あとお金を払えば、別に練習で自分たちが行くこともできるっていう、まあその、大きな、モトクロス専用の場所なんだけど、土手にあるの土手に、のど真ん中にあって、その、大小ジャンプ台と一周、その公式試合でちゃんとこう、の一周コースがあって、重機とかも入って直し、あの、いろいろ整備とかもしてんだけど、 あのー、まあ、土手、基本的には土手なんですよ。で、えー、これはこの大会だからやってんのかどうかわかんないけど、スタンド席みたいなちらほらで、あとはそのコースの好きなところに自分で折りたため椅子持ってって座ってみると。で、2日間で4000円ぐらいだったかなえー、っと、入場料4000円ぐらいで、そのスタンド席みたいのは相当こう、高い。5万とかすんのかなこれちょっと曖昧。 ええと、して、で、さらにはこう、メーカーのお得意さんとか、スポンサーのお得意さんとかが座るみたいなところ。で、そこに行って、見て、これやっぱすごいもんで、俺みたいなろ素人とかだよ。ど素人とか見ても、この人だけ一人違う競技やってるみたいっていう、なんと言うのかな。そんな飛ばないっていう。むしろそんな飛ばないことに驚いた。もうさ、急にさ、50代向け、 40代から50代向けになってくるんだけどさ、エキサイトバイク覚えてる任天堂の。<laughs> 任天堂のエキサイトバイクっていう元トクのゲームがあったんだけど、あのゲームって、飛べば飛ぶほど、あの、ジャンプ台を高く飛べば飛ぶほど速いかとそうじゃなくて、 ジャンプ台と角度を合わせて飛び出して、降りるときに、降りたところが下り坂だったら、頭下げて、えっと、角度を合わせて、スムースに、その加速落ちていくと、速いっていうゲームなんだけど、あ、まさにエキサイトバイクってそういうとこちゃんとやってんだっていう感じの、本当にこう、高く飛ぶっていうよりは、 ここをこの角度で飛んで、えっと、そのまま空にその延長してる、坂が延長してるかごとく飛んで、えっと、飛距離が終わったところでは前を下げて、下り坂の角度にぴったり合わせて、全く弾まずタイムロスなく、なんか行く感じで、この人だけ、 飛ばない競技をやってんだみたいな。全く違う競技をやりながら、すごいのが前評判通り3レース出て参勝。それもダントツで参勝してく。あ、すごいもう見たなっていう感じ。で、俺は途中で帰んなきゃなんないんだけど、いきにその大野くんの車に乗せてきてもらっちゃうのと、もらったのと、土手だから、最寄りの駅とかがないのよ。でもっと言うと、最寄りのバス停とかもないのよ。 結局みんなモータースポーツを見に来た人が土手に車止めて土手で帰ってくっていう感じだから土手から帰ってく感じなんだけど俺は大野と大野の神さんとえっと俺の3人で大野の車で行ってるけどえもう3試合中2試合見たところでもう帰んなきゃいけない時間でえっと乗り換え案内とかで見たらえバス停まで徒歩で26分え徒歩で26分 26分、うん、歩くと、1時間に1本のバスが来て、で、それであげおに出て、あげおから池袋までは、湘南新宿ラインで帰れますよ、みたいなことになるわけ。でも、イベントはすごい盛り上がってる。イベントすごい盛り上がってて、で、えー、っと、この規模も難しいなと思ったけど、いろんなスポンサーとか、あとなんとの、物販とかで、プロモーション。例えば、こういう新しいバイクの、 えっと、器具が出ますよとか、新しいバイクの展示とかいっぱいあったらいろんなところが。で、その中に、それだけお客さんが来るから、ノンアルコールビールの、あの、どうぞ、新しいの出ました、美味しいのありますよ、ノンアルコールビールどうぞっていう、格好のところね、みんな車で来るモータースポーツ見に来る人たちだから、ノンアルコールビールを楽しむっていうのは、ここがプロモーションですね、いいとこだから、ただでくれたいつどうぞ、どうぞって言ってくれるじゃん。でて、俺は、 ええと、もともと運転もしない上に、もっと言うと、それほどビールを飲む人でもないから、ノンアルコールビールってさビールが好きな人のためのものじゃん。<laughs> ビールがないと、その人生楽しくない人がお酒飲めないところでも飲みたいっていうものじゃん。だから俺にとってノンアルコールビールって本当に手にすることがないもんなんだけど、 まあ、どうぞどうぞなんて、あ、伊集院さんじゃないですか、なんって、もう一本どうぞ、なんつって、二本,本ぐらいもらって、アルポールビールを飲むことはないけどな、まあでもお祭りなんだなって感じはするわけ。で、帰り道、じゃあ、えっと、もうこの時間に出て26分歩いた先の、えっと、バス停で乗って帰るから、つってどう、最後までどうせ見たいだろうし、だから俺はじゃ帰るわ、つって帰ることしたんだけど、そのあたりで、ちょうど、 下田選手今日3レース出るの二レースが終わったところだから、ちょっとインターバルとかみんなが中だるみになってるところに、お祭りに、ゆるキャラ出てんじゃんっていう感じで俺が発見されていくわけ。<laughs> <laughs> なんでその帰り道で、俺っつって、いるじゃんのかあいつっつって、ちょっと蹴ってみるみたいな、その感じで、こう大勢人が来て。で、まあ、サインしてくださいって言われたりとか、ね、えっ、ー、と、 金玉、金玉触らしてくださいっていう人とか、まあまあ、ちょっとだけだよ、なんつって、ね。並んで、並んで、なんつってね。えー、そんな感じのね。えー、あのーああ、よかった記念なんで、僕、あのー、いらマちをしていいですかなんて言われて、ね。ゲってなるからやめな、なんつって。でって、まあそんなことをいなしながら。でへへまあそんなことをいなしながら。 もう26分歩かなきゃいけな,ないから、その、で、しかもさ、長いさ、1キロ、2キロぐらいある橋を延々と歩いてくる。橋の上の何にも、何にもない、水平だだけの橋を延々と歩いたその先にバス停があるんだけど、したら、その、珍しく、いつ、いつもだったら、えっ、ー、と、あの、もっと卑屈な感じで対応してるのに、うんと、すごいもん見ちゃった後だし、 楽しかったから、割と珍しく、その、えっと、サインも、イラマチオをも、もう全部こうしてたら、結構時間が来ちゃって、やべえと思って、もう一回現在地からその乗り換え案内を出してみたら、そのさっき候補に上がってたやつが消えて、1時間後のやつになってんの。だから、時間が過ぎちゃったから、乗り換え案内は、あのー、 いらチ町の時間を入れてないの。ね。で、で、ここで思ったおいおい待てよって、それをもう、1時間もあのバス停で待つのかってなって、ちょっと知恵使って、出発を現地時刻っていうところ、現地時刻、現在の時刻で出発っていうのを、3分前の時間にして、もう一回検索し直すと、また再びそれが出てくる。 っていうことは、俺はこの歩きで3分縮めれば乗れるっていうこと。言ってことはわかる。要するに、もう、1回ロスしたタイムで、現在時刻で合わせちゃうと、もう間に合いませんよってなるんだけど、3分前まで戻せば、間に合います。ギリギリ乗れますってなるわけ。ってことは、3分この、26分で歩くところを、3分負けばいいんだろうってなって、こっからがもう、競歩みたいな。で、それも、いつも、その、えー この、乗り換え案内の設定の歩くスピードを速いにしてるから、俺。あの、乗り換え案内を見るときに、ゆっくり歩くっていうのと、普通に歩くっていうのと、早足で歩くってあるのを、いつも早足で歩くに設定してるのね。だから、

4時15分ってなってたやつが4時14分になり、これが4時11分までなればバス間に合うってう感じになってくるから、もう足緩められないわけ。でいて、ちょっと本当に、あ、これで一回、その息も荒くなってきたから、緩くしようと思うと、また1分こう、戻る感じだから、もう戦いタイムアタックなずーっとやって、もうヘッドヘッドになりながら、どうやらこのまま行けば間に合うってなり、さらには1分巻いてつくってなるわけ。でももう喉がカラッカラの で、その時思ったのが、俺、ノンアルコールビール持ってると思って。で、いて、その缶のノンアルコールビールを、えっ、ー、と、コンビニ袋みたいなのに入れて、下げてたやつ、そうだ、こんな中俺、ノンアルコールビール入ってんだ、と思って、えっ、ー、と、朝日のさ、ノンアルコールビールってさ、見た目完全ビール、あの、スーパードライと同じデザインの気持ちを、テンション上げるために、それを、 すごいスピードで歩きながら、プシュッて開けて、グビグビブブって飲んで、で、もう一気に一本飲んで、で、これが、缶を捨てるところがないの。だって、橋の上だから。で、クシャってやって、片手に持って、で、またテケ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 って行くんだけど、まだ喉が渇いてるわけ。で、ギリなわけ。で、また、その右手に持ってプシュッと開けて、半分ぐらい飲んだところで、 ちょうどバスが来てるのが見えて、でいてバスに乗り込むわけ。で、バスから乗ってから揚げようまでの間、こいつ片手に潰したビール持って、ビール片手で持ったまま、バス乗ってる。<laughs> いいよ、いいよ、それだけ。なんかわかんないけど、汗だくでしかも、もう涼しく飽きめいてきてるのに、汗だくでしかも、ラスト小雨降り出して,てるの。小雨の中だよ。くしゃってやったビール片手で、もう片方のところでビール半分飲んだ状態で、ほぼ両,その両手塞がったままバスでしかも程よく混んでるの。で、その両手塞がったままバスのこう、あんじゃ、縦棒、バーのところに肘をグッて引っ掛けて、 でそれでマウントしてるわけ。マウントしながら、これ途中から、これなくしちゃったら、結局もうくしゃってやって、両方袋にいられるからなくしちゃおうと思って、ちょっと飲んでんだけど、いや、待て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 って、この見た目、<laughs> このルックスダメだろ、ちょっとっていう感じの。 なんかごめんねメインは多分バイク好きな人はおい下田の走りどうだったんだよと思うかもしれないけど俺の中で一番印象に残ってるのは俺結構売れてんだぜっていうね <laughs> <laughs> 結構売れてるタレントなんだぜっていう <laughs> まあそこだったな。<laughs>